よいしょ。最近ソロキャンプとかアウトドアとかいろいろ流行っているので、私もちょっとやってみようかなと思って一つ買ってみましたっていうか、ちょっとめっちゃちっちゃいんですけど大丈夫ですかね。めっちゃちっちゃいこんなちっちゃいので大丈夫なよいしょ。こうどうやって開けるの、開けて、あ、なんかほら折りたたみ式、すっごい、あ、なんかお財布みたいな感じのめっちゃちっちゃい折りたたみ式になってます。どうやろう、化粧ポーチぐらいの大きさか。開けてみますね。よいしょ、じゃじゃーん、おう、こんな感じ。これをさて どうやって使うんだろう、ちょっと分かんない。とかなんか思ってたよりもちっちゃいかもめっちゃちっちゃいなやばいどうすんやろこれ。なんかね、このシールはちょっと剥がすっぽいんですけど、まあ今ちょっと一旦組み立ててみるのでシールは剥がしません。なんかこれ、え、図面ってないの、あった、なんかこんな感じ、こんな感じになればいいんやと思います。最初にどうする、このこれが一番下になるのかな、どっちが下やろ、こんな感じ?こうやって組み立てて、で、あ、そっか、ここに網、これかな、これを置いて、で、わかった。こうやってこうです、こんな感じ。ちょっとね、思ってたよりもかなりちっちゃいので、本当にこれソロキャンプって感じです。もうちょっと大きいの欲しいなまあでもちょっと試しなので近々使ってみたいと思います。いや、もうちょっと大きいの欲しかったな。これじゃあどうやろう、ステーキ1枚分しか焼けませんどうしようまあいいや、だってね、2000円しないもん、うん、あ、今度ちょっとお天気のいい日にお庭でやってみようかなって思いますね。ということで、何これ、何だっけ、火起こし台、いや違う、火起こし台じゃないわ、何これ、なんか一人用バーベキュー台です。まあこういうものもあるということで紹介してみました。ではでは、使用を楽しみにしていてください。またでー。Mm-hmm.